ブランチ・ビン・グリーは、イングランド・ロンドン・グリーン・フォード出身の女子テニス選手。ウィンブルドン選手権の黎明期に活躍した選手で、女子シングルス第2回大会の1885年から1912年まで28年間の長きにわたってプレーした。初優勝は、第3回大会の1886年で、それ以後1900年まで6度の優勝を記録している。 1887年にジョージ・ヒルヤードと結婚した後は、二つの姓を併用して、ブランチ・ビングリー・ヒルヤードと名乗った。夫のジョージ・ヒルヤードは、1907年から1924年まで、ウィンブルドン選手権の主催者、オールイングランドクラブの秘書を務めた人で、1908年のロンドン五輪で男子ダブルスの金メダルを獲得したこともある。 ウィンブルドン選手権は1877年に創設されたが、女子シングルスはそれから7年後の1884年に第1回の競技大会が行われ、初代優勝者はモード・ワトソンであった。最初の2回は通常のトーナメント方式で行われ、ビングリーは1885年の第2回大会で、ワトソンに1から6、5から7で敗れて、準優勝になった。 第三回大会以後の競技方式は、前年優勝者を除く他の選手たちが一回戦からチャレンジラウンドを戦い、それを制した人が前年優勝者と決勝を戦うオールカマーズファイナル方式で優勝を決定した。1886年の第三回大会でブランチビングリーは最初のチャレンジラウンドを勝ち上がった後、オールカマーズファイナル決勝でワトソンを6から3。 6から3で破り、ウィンブルドン選手権の女子シングルスで2人目の優勝者になった。ところが、次の第4回大会で、ビングリーに強敵が出現する。1887年大会で、チャレンジラウンドを勝ち上がったロッテイ・ドットは、当時15歳10ヶ月の少女であったが、ビングリーはドットに2から6、0から6で乾杯し、女王の座を明け渡す。それ以後、 ドットには1888年1891年から1893年とことに、渡る決勝対決で全敗に終わった。1887年に、ジョージ・ヒルヤードと結婚した後、ビングリーは、夫の姓を併用して、ブランチ・ビングリー・ヒルヤードと名乗るようになり、以後はこの名前で、ウィンブルドン選手権の優勝記録表に掲載されている。 1889年にビングリーが2度目の優勝を果たした時は、ドットは一時的にウィンブルドン選手権を退いた時期だった。1893年にビングリー・ヒルヤードとドットが3年連続5度目の決勝対決を行った後、ドットは最終的にテニス界を退き、ゴルファーに転向した。その後、 ビングーリー・ヒルヤードは1894年、1897年、1899年、1900年の4度優勝して、総計6勝を記録したが、1901年のオールカマーズファイナルでシャーロット・クーパーステリーに敗れた。ウィンブルドン決勝には1885年から1901年まで史上最多13回出場し、6勝7敗の戦績を残している。 最後のウィンブルドン出場は1912年で、この時は48歳の高齢を迎えていた。当時はテニス競技自体が黎明期にあり、テニス人口もまだ少なかったため、このようなキャリアを送ることが可能な人もいたのである。ブランチビングリー・ヒルヤードは、夫に先立たれてから3年後、1946年8月6日に、ロンドンで82年の生涯を閉じた。 ブランチビングリーは2013年に国際テニス伝道入りを果たした。ありがとうございます。